はね、おっきいのなんか行きたいですね。大きいのね、大きめのね、見たいですね。まあ、例えば、はいはい、まあ、これだからあの、あ、これ、はいはい、この絵だからこれはこれどこで見たんだろうね。だからあの、あの僕のそのキリチャンネルのあれで、これ、そうですよね、これ切り抜いてるんです。切り抜いてるんですね。はいはいはい、大きいっていうか、この大きいのもあるけど、まあ、わかんないけど、そうでも、あと日本の着物綺麗だからいつも、これはまあ、これは逆にあのこういう手書きのあれじゃなくて、まあ、はっきり言ってこれは下書きもなく、もうアクリルでそのままぶちかますパターンで、あとは大体僕段ボールに書くんで、段ボールに書いてそこに新聞紙とか貼ってからやるんで、そっちの方こうやってあれが出るんで、あの古い感じが出るんで、なんか質感違いますね。これだ、ちょっとごめんなさいね、段ボールに新聞紙、だからあの大きさもその気分次第なんで枠がないんですよ。だから枠も全部自分で作るんですよ。はいはいはい、木枠作って、はいはい、プラスそれプラスだからその枠にも絵を描いて、だから前言われたのが、木枠ちょっと前デザイナー姉ちゃんと仲良くしてる時に、あんた絶対に枠、あんた枠にも絵描くかと思ったって、枠に描いても楽しいから、あと本当楽しいのはね、こういう角とかに描くのも楽しいんですよ。こういうところにこういう角、あ、これはダメだな、もっと枠にこう、だこれだからこうやってもっと枠にこうやって遊んでるじゃないですか。はい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 、こうやって遊んでるじゃないですか。これはだから全部アクリルと、基本的にアクリルだな。どう見ても面白いですよね。アクリル。こっち見ても。だから前もこういうのもぶっちゃけ何で描いていいか分かんないから、そのイギリスの姉ちゃんに、あいつに、あいばに、な、絵の具何使ったらいいねって、ここから始めるんですよ。アクリル、あ、それ、高校の時使ったことあるわって買いに行って。ただ使い方も全然分かんないから、もう自己流ですよね。全部が自己流。あ、本当だ、これ新聞なんすね。新聞貼ってあるんですよ。面白い。だたまにぶっちゃけ新聞も撮ってあるんですけど、あの飛行機に乗った時の全部雑誌とかも全部撮ってあるんですよ。なぜかというとそれ結構面白いんですよ。ちなみに英語ですよ、これ新聞。だ英語の新聞とか英語の雑誌とか日本の雑誌もいっぱい撮ってあります。こういうの使えるから。なんかエロいのとか貼ったりしないんですか。あ、それも貼ろうと。それもそんな直接書いてたから。直接書いてた。完全に言うと、あとは、あ、ダンボールに書いてるっていうと、もろこれなんか、そのままダンボールです。これぶっちゃけ。ぶっちゃけあれですよ、あの海外のちょっとあるところのデザインしてくれって言われて、こういうパターンでやってくれって言われて、これあるときに使って正規になったのかな、なってないかもしれないけど、基本的なパターンとしてはだってこういう感じで書きます、多分。だからもう逆に折れてる方がいいし、折れていい感じでした。あとこれは自分の感覚なんですけど、結局ですね、思ったことは、人間が人工的に書くものなんか大したもんじゃないんですよって思って、やっぱこの叩きつけた感じとか流れる感じの自然の感じがあるじゃないですか、あのこう流れる感じ、これには勝てないと思って、ついに始まったのが絵を描くことを拒否して、もう流れる川の、あれで水のひばりですよね、川の流れるままに叩きつけられる、あとは気分次第にバーンって言ってやるって、これだからあれですよ、あれ岡本太郎大先生の言うことぶっ壊して、ぶっ壊してますね。でもこれを海外の人からこれを頼む、はぁ、でも実はこれはすごいと思うんですよ。この微妙なにじみ具合とかたまんないんですよ、こういうとこは、こういうとこ、あとこういう膨らみ具合とか、だから叩いてるだけなんですよこれ。あとたまにこれにボールペンでざらきもあるんだけど、うん、こういうのも美味しいんですよ。でこれ注文で書いたんで、注文で、あいつ製品にしたのかな、これアメリカのミルウォーキーから来たやつなんで。会ったことないですけど、そいつだからおかしいな、こうやってみかんってこうやって基本的に全部段ボールしてこうやって多いの、ね、面白い。それでもこのなんていうかな、雑多な色合いが出ないんですよね。だ綺麗な時は綺麗にした方がいいけど、だ予定調和じゃないですけど、やっぱりこうあれですよね、だから こういう模様を作ったのも全部あれですよね、この模様とかも全部作ったのあれなんですけど、予定調和もいいんだけど、その読めない感じをこう水がどう流れるかとか、それをもっと本当はバーって浸してここにつけても面白いんだろうけど、もっとやり方いっぱいあると思うんで、なんかもう違う話かもしれないですけど、やっぱり録音しててもノイズとか、録音してギターのノイズがとか、ノイズすごく嫌う方がいらっしゃる。ああ、なんか自分はなんかそうかもしれないし、なんかノイズ好きなんで、あえて生かす時、そうだから考えられないものが出てくる時の方が、坂本龍一さんはノイズについて、これは、地球との会話だっていうことをおっしゃってます。多分おそらくそういう感じです。なんか説明つかないですよ、自分が考えつかないことが出てくるんですよ。この発想ってね、まあ、ちょっとなんか浅い、いやでもそれはあれなんです、最初僕展示会、最初は三軒茶屋に出展したんですけど、三軒茶屋ちょっとものづくり展、なんか本物のプロの人たちにやりませんかって言われて、ものづくり学校とかでやった時にその時に偉い先生が一人いて、ちょっと言ってくれたのが、ちょっと君来たまえって言われたんですよ。やべ、偉い先生に言われたと思って、君は車の行きたまえ、いやすいません、僕
全てが邪道ですよ、だけど、いや、そのままでいい、あ、そのままでいいって言われて、褒められちゃったって。その時に作った、あれなんですよ、出したのが、一緒にやったのが、一緒に女の子がやって、そう、これはあの、ある女の子で、この、その子が、一緒にやった相棒が、その時の相棒が作ったのが、その子が、鉄のブリキを作る女の子で、ほいほいほい、それは鉄のブリキを作って、その絵、それに僕がこの、自分の描いた、すんげえな、埃で。すんごいな、この埃だけ。多分ね、あれだ、これ棚に一本置いといたから、埃はすげえな、すごくねえな。すげえはすごくねえのあれでしょ、だからその女の子が作った鉄のブリキだと、これは鉄のものを作る女の子で、おお、重いっすね、やっぱね、鉄のものなんで、だからこれ終わった後、その子に俺の1枚 A プレゼントして、あ、そいつはこれくれたんで、それに、あ、この絵合うわと思って、その子はだからこの絵をなんか見てずっしりしますね、これこうやって、これこの絵が合うわと思って、どうしよう、キャラがまずいでしょ、これね、全然品種変わるでしょ、これなんですか、武道と全く違うから、いやいやいや、バッと持って絵の子説明しますそれ最初のものづくり学校の、やっぱこれまあ本当に本当のプロの人ばっかのところに初めて入れてもらって、死ぬほど緊張したんだよ本当に、やべえと思って、でもなんかすごい嬉しくて、そういうのに初めて参加させてもらって、全然違う世界だったから、本当に好き人ばっか、なんか 猫ちゃんとか来てくれたんです、その時猫ひろしくん、猫ちゃんとか、猫ひろしさん、猫ちゃん来てくれてパン持ってきてくれたんで、朝日さん本当に絵描くんですね、うるせえもんね、あの描くんだもんね、描いてます、描いてみよう、これ面白いですね、またね、そう、いやこれもすごいですよ、だからこれは本当にそういう共同作品じゃないですけど、ね、いや本当にだから、はいはい、なんかパートナーとして選んでくれて、その方がちゃんと学校で大学で勉強して学んで、これ全部物を作るんですよ、取っ手とか鉄で、これすごい、頭おかしいですよね、持ちたいでしょ、これ重いね、うん、はい、いや女の子の、いや本当の、うん、多分その子の作るなんか絶対ありますよ、そこに出たやつはみんなあれですよ、絶対そこらの人には理解されない人間ばっかですよねただ物はみんなすごい、あといくつかちょっと紹介していただいていいですか、あ、いやさっきの ごちゃりだったらこういうの、はいはい、これは分かりやすいですよね、ごちゃり、ちゃっと、あ、そうだ、言わないと、あのキジンチャンネルのロゴもね、あれはだからさっきのこういう重ねと一緒ですね、ピックアップして、ね、もね、でも山ほどストックあるんで、それをわざと重ね合わせた方がそれ、ね、いい意味でこうやってもして必ずね、あの僕はあのここにいくつかあるけど、曲実機もあるんだけど、これ今ちょっと人気高いっすよ、これ最近、ね、これ最近ですよね、いやこれもう 5,6 年前ですよ、あ、そうですか、でもこれ曲実機なんで僕はこれ曲実機を使うかっていうと、日本人ってこともあるけど、なぜかっていうと俺朝日なんですよ、はい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 、してこれはあれですよね、あの全然歴史認識を間違えてる人いるけど、これ日本の古来からのお祝いの時の旗なんですよ、全く戦犯家でも何にもないし、それはふざけんなよって言いたいけどね、これはそういうことですね、俺朝日って名前なんですよ、朝日なんですよ、師匠なんですよ朝日です朝日のこれなんで、サンライズなんてそのままそのままなんですよね、ハッピーになるじゃないですか、だから曲実機ってやっぱいい旗だなと思って、やっぱこの色合いはつい使うんですよね、これはこれ今ツイッターでも人気高いですよね、ちゃんとね、なんか間違えて曲解しちゃってる人がいるけど、そういうもんあれじゃないんで、ちゃんとしてデザイン的にも本当抜群なんで綺麗だし、これちょっと見せます、してやっぱりこれのはあえて僕正直言ってこういう着物の人を使う場合は自分のなるべくオリジナル使わないようにしてるんですよ、なぜならやっぱこれは古来からの日本の伝統の素晴らしい、今例えば北斎とかいっぱいいるじゃないですか、その人の持ちやっぱ絵柄は絶対崩したくないんですよね、だからなるべくその人たちの絵を見てその中で自分をちょっとアレンジ加えようかな、なるべく結構ほらアレンジ加えて芸者会社しているじゃないですか、なるべく昔のままのやつを僕なりのタッチにしようと思って、そこはトラディショナルをちゃんと やっぱりそこその中でこうやってわざとそういうこのマークを入れてみたり、こういうアレンジメントを加え、あと僕の何カラーリングしたり、今最新で作ったバージョンは逆にこういうやつで手にプリンを持たしてるんで、プリンは美味しいよってことを書いてるプリンとコーラそれとこの芸者が一緒にいるとかこうやって、いやこれ芸術だと思うんで、これはやっぱりそれはやっぱそれをやっぱ海外の人の目線で作るんじゃなくて日本人としてそれを描くっていうのが一つの、やっぱ僕正直言って何年か前にあの金閣寺だけ見たいから京都行ったことあるんで、すごいじゃないですか、家に金閣寺、頭おかしいじゃないですか、やっぱ芸者さんもすごいし、やっぱそういうのは大事にね、こうあとやっぱこれ表現できるのは日本人だと思うんで海外の人のものはあるけど誇りたいですね、そうだからこれは別にだからね、曲実機のことギャーギャーやるけど全然違うよって、それは海外の人というと理解していたらみんな理解してますけど、ほら、
格闘技やってるくせに格闘技の試合も見に行かねえし、野球の話多いですしね。だって興味ねえから。だってカドカって、じゃあ映画から絵見ようかって、絵も見たこともないし。でもそれってこういうのだから、なんかだから逆に他のもの触れることでこっからアプローチかけられるのはすごい大きなことじゃねえかなって。あと知りたくもねえし、逆に絵描きが入った時になんか絵描きのやつらがあまりにも絵描きのことばっかり言ってるのつまんねえなと思って、話が全然つまんねえなこいつら。